お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、こちらね、見てほしいんですけど、僕今トロフィーね、7600到達しましたというわけで、久しぶりにね、リプレイ解説の方をやっていこうかなと思います。久しぶりにまあ、そのトロが上がってるっていうのと、まあ今シーズンね、長いっていうのもあるんですけど、あとね、自己最多ですね。まあ、僕の自分自身が持っている最多トロフィーをまあ更新して7600に乗りましたっていうわけで、今日はね、このプロフは今これ 30C になってるんですけど、使ったのは 30C じゃありません。ですね、こちらですね。はい、っていう。みたいなデッキかもしれないですけど、まあ、ラバルの、フリーズがね、入ってて、まあ、今環境で強いバルキリーとか、まあ、なんかファイスピとか入ってる、なんかね、ちょっと変わった形のラバルフリーズにはなるんですけど、こちらでね、まあ、7600まで今来てるっていうわけでね、今日はこのリップ解説をやっていこうと思うんですけど、まあ、直近の試合がまあラバって、まあ、やっぱラバが増えてますね。ラバクロが多いし、ラバガゴガゴとか。で、あとはこの辺は、ジェイに流行りの迫撃バルキリーのデッキ、あとはゴレ。まあ、ペッカみたいな感じなんですけど、まあ、この辺の試合をいくつか見ていけたらいいなと思います。ラバ、ジェイ。で、この迫撃はまあ結構ね、相手ラバ止めるのが難しいんでいいかな。と、ゴレとペッカくらいかな。というわけで、まあ、ペッカから見ていけたらなと思います。で、なんで僕こんなデッキ使ってるかと言いますと、僕結構ね、トロ上げするときに基本的に 30C を多分いつも使うんですよね。最終的にまあ 3C か、まあ、その環境でなんか強いやつか、まあ結構使うんですけど、困ったら 30C 使うんですけど、今シーズン 30C が全然息してないんですよね。なんかそのやっぱバルキリー系の迫撃が流行ってるっていうのできついのもありますし、なんかね、サンジシは息してなくて、さすがにサンジシは今季使えないなって思ったんで、このラバルを使ってるんですが、このラバルが、あれですね、もうめっちゃ昔、多分もう約1年ぐらいになるかな、このデッキのザップがやらめ型で、僕このラバルで世界15位フィニッシュをね、1回だけしたことがあって、そうですね、多分15位だったと思います。で、その時のデッキをね、ちょっとバルキリー今強いなと思って、引っ張ってきましたっていう感じで、まあ、ヤラムをねザップに変えて今使ったらね、たまたま強かったっていうやつですね。はい。で、まあ、比較的にラバル組んで、あとは全部防衛みたいな感じをイメージしておいてもらえると、まあ、ペッカとかですどの相手にもですね、なんでこんな感じで戦っていきます。ラバル展開して、あとね、一応低めのね、エレキ警戒の頻度出して、そんな低くなかったんですけど、でここでバルキリー出してペッカ抑えてもいいんですけど、別にこれを一発ぐらいならね、正直いいんで、それよりもこっちの方がラバルでね、落としてちゃってるんで、無理に、バルキリーとかで今の処理せずに、こんな感じで、3が5でね、エレキ処理して、まあカウンター防止と言いますか、これでカウンターさせないって感じですね。で、ここは、陸域がこのデッキの弱点なんで、こんな感じで工場が破裂したタイミングでハイスピードやると、工場は防衛できるんですけど、陸受けないですね。陸受けないんで、こういうのはもう、どうにもできないですね。まあ、ここは、まあ、11効果になっちゃいますね。だから、まあ、ここは後ろから多分展開すると思いますね。で、この8枚ペックは僕がケツラバする読みの8枚ペックですね。その瞬間に、ペッカ出せると防衛できないんで、ここで、まあ、エレキ読み3画を出したんですけど、エレキ来なかったっていうやつですね。で、さすがにここのペッカは入れたらダメなんで、まあ、バルキリー行ったか際ですけど、防ぎますね。で、こうなってくると結構きつそうに見えるんですけど、ラバルを作ってしまえば相手も結構止めにくいんですよね。なんで一回防衛してからのカウンターですね。ここですね。こうしっかり後ろから防衛してユニットが、まあ、残ってるんでいいの。この前にしっかりラバつけて、でも防衛はね、ほぼほぼあとバルキリーで全部できちゃいます。あとはそのフリーズの使い方がすごい大事になってきますね。フリーズ防衛が僕結構よくするんですけど、フリーズが鬼強いんですよ、本当にこのゲーム。僕のお気に入りなだけなんですけど、こういう感じでね、ラファル作って、あとはもうフリーズでしのぐっていう感じで、もうこれでね、あとはザップ打って、インドラのダメ稼いでフィニッシュって感じで、結構危なかったんですけど、だからフリーズで攻めなくても、結構ラファルって形作っちゃえば相手にダメージ与えれるんで、まあ、最後の最後で稼ぎたいっていう時は、まあね、最後の最後っていう決めるって時に攻めフリーズはいいんですけど、意外と、決めきるまでは防衛フリーズをガンガンしていいと
思いますね。というわけで次にね、こちらの、まあ、ゴレデッキですね。でゴレで相手があのベビドラメガゴライドラで、このデッキはまあフリーズっていうのもあるんで、まあ、ライドラとか、まあ、マスケとか、まあ、言ったらスペルに弱いユニットがしんどいですね。特に三獣士とかなんで、今あの三獣士がいないからこそ、まあ、このデッキが輝けるっていうのありますね。まあ、サーシリーもラバルで1本取って、その後フリーズ防衛でガイもしてみたいなこともあるんですけど、まあまあまあといった感じで、まあもうここでねラバルやっちゃいます。でラバ展開ちょっと早かったんですけど、なんかタルババ裂かれてすることなかったんで、まあいいやって感じ、ちょっと甘えて出しちゃったら、まあいい感じになってましたね。でここで相手が防衛するためにあのライドラで俺のこのインドラはねリセットするんじゃなくて防衛してきたんですよね、トルネードプラスで。だからまあ美味しかったっていうのはありますね。まあ、ゴレだった場合にインドラはもっと低く出さないとライドラで遅延でねリセットされるんで、そうなると結構ねゴリ押されちゃうから危ないかもしれないです。なんで、まあ、フリーズ防衛構えるとかですかね。ライドラ来た瞬間にパッてフリーズしてゴレだけでも溶かしてあげると結構いいかもだなと思います。なんでライドラは要注意ですね。なんでインドラ出すのもエレキとかもいるかもしれないんで、ゴレにもね。なんであんま高く出しすぎちゃうと、今みたいなね、ちょっと今ぐらい高いとちょっと危ないかもしれないですね。で、ここはまあ後ろからラバ展開して、で、ここで左にラバを出す理由は、まあそれ後にして、ここですね、この防衛を、ファイスピとか出して守ってもまあいいっちゃいいんですけど、あえて3ガゴだけで守ることによって、一応ね、タワーが残るし、そして、コストをね、今のでアド取れるっていうので、僕の攻めのターンが来ますね。で、これ普通にラバ頻度で攻めたら、ここでね、ライドラ初登場って感じで、結構いい感じに抑えられるんですけど、後ろからファイスピ追加して、多分ファイスピザップでメガゴが飛ぶんですよね。だからそれを狙ってのファイスピ追加だったんですけど、というわけで、あれですね、さっきの場面、左からラバ展開した理由は、僕が今さっき右側にラバ展開した場合に、相手は、ただ同サイド合わせるだけでいいんですよね。そしたら守れるし、そのまま攻めにもつながるんですけど、僕はあえて逆サイド行くことによって、相手はキングだから許容したいんですけど、許容しにくいと言いますか、なんだろうな、合わせても僕は相手の陣地でユニット出せるんで、結構対応、僕にとって対応しやすいっていうので左攻めました、ね、右から別に攻めてもいいんですけど、そうすると相手からしたらユニットの展開がしやすいっていう感じですね。こんな感じでライドラとかビビが溜まって、ただカウンター受けちゃうだけっていう、まあ、ここは相手がソロユニットいっぱい割いたんで、普通に逆サイ攻めて後ろから追加のフリーズでこのメガゴがねバルーン殴らないんで、よいしょって感じですね。結構なんだろうな、なんか癖のあるデッキかもしれないんですけど、よいしょ。これバルキリーが強いんですね。バルキリーがマジで基本的に全部守れますんで、まあ、あと僕が負ける手段、まあ、負け筋ですね。ケンツがよく言うんです。負け筋を考えるとすれば、ここの真ん中これですね。で、一気に持ってかれる。で、ライドラのチェーンで防衛できないで終わるみたいな感じなんで、まあ、ここインドラ出してからの、相手やっぱエレキとか、まあ、ライトニングがないんで、ライドラだけですね、気をつけるの。なんで、ここでフリーズして、まあ、3が5で多分ライドラに当てれるかな。そうですね。このライドラさえ、いい感じに抑えてしまえば、相手はこのインドラをリセットできないんでね。ライドラだけですね、考えることは。多分トップで、はい。意外となんかファイスピは空にも与えれるし、小物も処理できるし、陸も受けれるしっていうので、結構ニコスでね、カード回しにもなって結構優秀ですね。ここでもうなんかシャシャってバルフリーやったんですけど、なんか守られましたね。なんでまあ、相手がペッカとかだと、そのペッカをしっかりインドラで溶かすとか、そういうことも大事に、なんなら陸をしっかり管理するのは大事ですね。このデッキ陸が少ないんで、陸をちゃんと相手の手札にそういう攻めるカードがあるならば、ちゃんと陸の管理は大事になってきますね。まあでもそこをもし守れない場合に、なんかランバープラスインドラ来たらさっきみたいに3が5だけで守るみたいな感じで、しっかりダメージ受けていいんで、それ以上のダメージを与えると考えればいいですね。まあ、最悪フリーズ防衛って感じで、もう圧倒的バルキリーが強い感がすごい出てますね。あともうここはスペルで削って終わりですね。多分フリーズタップで、はい、よいしょ。
てな感じで、まあまあまあ、なんかね、気づいたら結構ダメージ入りますね、ラバルは。今の環境あんまりないんで、相手もラバホリとかラバーなんとかだと思ってるんですけど、意外とそういう部分で刺さりますね。というわけで、ここで、この試合ですね、結構見てほしいんですけど、この試合、まあ、ジャイプリ、プリンスがやっぱきつい、陸系がね、バルキリーファイスピしかなくて、バルキリーもなんかやっぱプリンスにそんな強いわけではないんですけど、でライドラもあってっていう、この試合をめっちゃ見てほしいですね。結構ダメージを許容する場面だったり、そういう部分があると思うんで、よいしょ。で、ここ、初手ディガー来て、バルキリーで、まあ、ここはまだね、普通に抑えていきますね。で、多分ここで、ケツプリ来たのかな。マジで、これ辛いですね、これ。ファイスピがあれば、インドラとファイスピとかで守れるんですけど、ないっていうね。これが辛いですね、マジ。まあ、でもザップがね、あるんで、ここしっかりザップで止めていきます。はい。で、このジャイも辛いですね。相手はこれにライドラつけるだけだったんですけど、僕は普通にジャイプレイ歴メガゴとかだと思ってたんで、これで攻めますね。そしたら、いい感じにチェーンでね、処理されます。で、ここは、このメガゴ、ガゴで殴れるんで、後ろから追加してあげて、で、ここのジャイは、まあ正直この2体のガゴ残ってるんで、バルキリー出してもいいんですけど、バルキリーもし出しちゃうと、この相手のライドラいるじゃないですか。この相手のライドラに、バルキリーもついでに処理されて、その前にね、ダックブリとか作られたりすると、こっちが結構辛くなるんでね。あえて今のは出さずに、っていう判断ですね。あえてというか、まあ、ガゴが残ってたんで、今のはあえてというか、まあ、普通に出さないっていうやつですね。でここはなんか、ファイスピーぐらいワンチャンやってもよかったかもしれないんですけど、まあ、しっかり、少々のダメージなら無理に抑えないっていう感じですね。一回一回相手の攻撃を、完封しようとするっていうのは結構良くないんですね。なんでしっかりちょっとはダメージ受けていい。毎ターン、ちょっとずつダメージ受けていいんですけど、毎ターン、ちょっとずつアドを重ねて、一定一気に持っていくっていうのがまあ理想ですね。で、ここはどうしたかな。そう、バルーンを出しにくいんですよね。相手がライドラー持ってるから、ラバル作ってもチェーンされてたりっていうので。で、ここは、そうですね。捨てましたね。ここで、このバルキリー出しても結局ジャイに殴られて負けると思ったんで、ここでそうっすね、メガゴとライドラ出して、ライドラがそう来るのが待ってからの逆サイバルキリーバルーンで、ここはもう相手メガゴも両方出してたんで、これメガゴをファイスピザップで処理しようとした追加ファイスピですね。まあ、全然処理はできてないんですけど、相手の体幹2枚っていうのがやっぱ大事でしたね。で、勝つ方法としては多分僕これしかなかったですね。今のラバの後ろにつけてもライドラポイズンとか全部そういう感じで処理されてたんで、で、ここは、まあ、こう守りますね。やっぱキングはさすがに、プリンス止めないといけないんですけど、ここで、相手ザップ先打ったんですよ、インドラに。で、だからフリーズ打ったら、たまたま、そこにライドラ出てきて、キング折れちゃうっていうような感じですね。なので、こういう結構細かい隙というか、相手の、まあ、デッキの弱点をしっかりつくのは大事ですね。耐久がライドラと明確だけとか。いうので、まあ勝てた感じの、まあ最後ラバルからバクロカーは流行ってるから、ラバクロの試合でもはい見ていきたいなと思います。まあ、比較的ラバルで攻めて、あとは防衛しとけばいいかなと思います。まあめっちゃくちゃ大雑把ですけどね。はい、というわけで、まあここはザップ打つかな、ファイスピー、ああもうこれ多分ザップでもよかったですね、このコウモリなら。で、ここでコウモリとホバ出てきた瞬間にラバクロって分かったんで、ここで後ろからラバ展開することによって、このホバリングがアドになりますね。まあ、言ったら4アドですね。ここは僕、すでに4アドもらってるっていう感じで、3が5からの、普通に逆サイ攻めるつもりだったんですけど、これ雪玉さえてくれたんで、シンプルにこのバルキリーと残り3個がだるいんですよ。相手はこれで防衛するのに、ビビドラとか普通出さないといけないんですけど、まあ、なんか出さないといけないんで、相手はランバー出してきたっていうので、コマと追加して、ザップ打つだけですね。でちょっと遅めにバルーン飛ばしましたね。で、これは遅めにザップすることによって、タワーの滝がバルーンになりますね。5コスでバルーン出しちゃったら、コウモリもし出てきた時に、普通にね、コウモリだけに結構溶かされて、ザップ打ってもは、バルーンもう溶けるわってなっちゃうんで、あえて、コスと5コスでもバルーン出さずに、6.5 とか6コースぐらいでバルーン出してあげることによって、すぐコウモリ来ても打てるっていう、まあ、準備をしてましたね。はい。というわけで、こんな感じでもう試合は多分、進んでいって、あ、でもこれ3-2の試合か、これ。
そう、ここから落とされたんですね。僕はここで後ろホバとかそういうの警戒で三画をして、まあ、全然違って、まあ、バルキリー OP ですね。でこれもハイスピ出したんですけど、多分早すぎましてね、なんかラバが溶けるぐらいのタイミングにしたんですけど、このハイスピが下手でした。でここな多分止めれなかった気がするな。ランバープラスコウモリされて、これですね、マジでこれやってましたね。これあでも耐えれますね。ここでまあ三角出してもよかったかもしれないんですけど、ここも別にタワーを落とされない攻撃なら僕は結構強しますね。いやこれもったいないな、もしこれ痛い、これマジで守んないとダメなやつです。あのタワーが落とされるほどの攻撃なら結構 HP があってタウンホールのなら基本的に守るんですけど、あれぐらいの攻撃されて700とかさっき残ってたのは許容しますね。それしたらそれで相手もまたタワーの方を攻めないといけないんで、まあ、フルぐらいタワーとかあったり結構残ってたらさすがにしないんですけど、しないというか防衛はするんですけど、ここはまあしっかり攻めてからの頑張って防衛ですね。これクローンが結構厄介で、破裂した瞬間にフリーズしてホバリング後ろから殴ってけどクローンされる、必死です。今バルキリーとフリーズザップとかで必死に今防衛してこれですね。でここをすごい迷って、まあインドラ多分あそうです、すぐコウモリ処理してインドラ当てて、インドラがやっぱ相手からしたら厄介なんで、インドラでできるだけ攻めていこうと思って、ここたまたまタゲが変わってラッキーで勝ちでしたね。あのまあ空の延命対決で制したっていう感じですね。最後なんかさっき雪玉でノックバックしたことによってベビーの竹が外れてくれたのがすごい美味しかったですね。って感じで、まあ、相手の弱点をつくって言うてむずいですけどね。むずいんですけど、あのこのデッキ自体の結構あの完成度がもともとあると思うんで、すごいおすすめかなと思います。でラバクロにもまあ結構勝てます、結構勝てます。この試合すごいギリギリなんですけど、あのまあ、ラバルを作ってしまえば相手は止まらないんで、はい、というわけで、まあ、こんな感じですかね。久しぶりにリプレイ解説したな、なんか解説になってるといいんですけど、はい、というわけでぜひこちらねラバルフリーズ皆さんも使ってみていただけたらいいなと思います。というわけであのサバカも僕今シーズンドラ上げをしてるんですけど、おおバッテリー、あただサバカも、そう、今トロちょっと上がってるんですよね。あ、いた。これ僕のサバカですね。今7523。で、今こっち76ってわけで、2アカ8000目指してやってるんでね。また、多分7800到達とか8000到達がね、の動画出ると思うんで、そちらもね、楽しみにしてもらえたらいいかなと思います。というわけで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。よければ、高評価や、チャンネル登録よろしくお願いします。では、お疲れ様でした。